先生、お願いします、はい、茨城町農業公社としての農業用トラック機械等の開業式を開式をいたします。非常にあの農地が広くてですね、農業は昔から盛んですが、残念ながら高齢化やあるいは後継者不足という問題が発生をしているわけで、お二人がこの町で農業によって大成功することを心からお記念申し上げます。一生懸命農業に従事し、一人前となって、そして町外からの就農者の手本となるよう鋭意努力することをお約束し、あの2年後にはあの経営的に独立するという形で、例えば5年後にはあの2兆部2000平方メーター分 の作付けをあの実現したいと思っております。それであの私たち夫婦だけではなく、あのパートさんもあの雇えるような規模にして、であのまだ子供がいないんですが、あの温かい家族を築けるように努力していきたいと、はい、考えております。独立して立派な農家になれるように頑張ります。